さあね、これ以上ね、伸ばすとハードルがね、ゴンゴンくるからちょっとかわいそうになっちゃうから、うん、そこはね、ちゃんとね、そろそろやりましょうかね、はい、大丈夫ですか。はい、頑張りますはい、ということでですね、やってもらおうと思います。準備 OK だったら言ってください。大丈夫ですか。はい、はい、いきます。3、2、1。同じでいいですよ、シチュエーションいいですよ、同じでいいですよ。横向き、横向きで斜め下向いてて、はい、私までそこです。君のことばかり考えちゃう。こっちの方がいいか。あ、そんな入ってる、入ってる。いや、だからだから、こうしてるんでしょ。そして、時が楽しい。じゃあ、ちょっと下に、下に、下に落として。春さんと森田さん、同じ匂いがする。さっき君が最強。最強ですね、はい。ちょっとあのコメント1個、はい、神崎さんを超えられるかっていうコメントですね。ありがとうございます。ここですね。そこを見てそこまでそうやってやっといて、で君のことばかりからカメラ見せてお願いします。はい、カメラここなんでね、カメラここなんでね、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、いきますよ。準備 OK ですか。はい、はい、いきます。3、2、1、9。なんでだろう、私、君のことばっか考えちゃうよ。はい、どうですか。ほら、ほら、ほら、ねえ。花火大会の帰りにちょっと言われてるよ。ね、そうね、そんな感じだよね。うん、そんな感じだよね。私も考えるよ。いや、私もお前のこと考えるよ。素晴らしい。仕事乗らない。ねえ、本当にね。これいいと思いますよ、本当に。うん、キャーチーさん、燃えるーって。来たこれ、はい、かわいい。はい、かわいい。はい、かわいい。あれね、美味しい、面白いですね。これいいと思いますよ、ちょっとね、皆さん。ね、喜んでもらってますか、大丈夫ですかね。喜んでもらってますかね、大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。はい。はい、ちょっとコメントの方はちょっと僕も見たいんでね、ちょっと見せてもらっていいですか。コメントありますか。はい。はい。森田にやらせたいやつを。女性陣が選ぶと。1個でも決めました。1個決まってます。1個決まってます。だからもう1個、じゃあ、なんでこんなに俺、集中砲火受けなきゃあかん。まあでも、じゃあ俺もう1個やらさせるよ。大丈夫。だってもう1個やるって言ってもう1個やるよ。もう1個やる。じゃあもう1個やろう。先に女の子の方が見たいかな、それとも男が見たいかな。どっちだろうね。まあでも順番通りやろうか。順番で女男、女男でやりますか。じゃあ勝ちますね。はい。お願いします。はい。ありがとうございます。21は絶対やらせるって決めた。21は、ありがとうございます。21は絶対やらせる。私こんなこと言ってますけど、森田さんと会うの2回目なんですよね。そうなんですよ。はい、こんな、なんかね。ね、さっき言った殴り合いってこれのことだから、ね。そう、あのね、やった後めっちゃ疲れるんだ、これ。そう、そうなの。でも森田さん、ありがとうって言ってくれるんじゃないですか。ちっさんの表情を言ってきてますね。それいい方なのか。なのだ、いい方。ね、来たこれですね。森田さん、ありがとう来てますね。生徒会長と副会長でやらせたいやつっていうね。大学生の生徒会長と副会長がいるんですけど。あ、そうなんですね。生徒会長は演技はあんまできないんですけど、まあ、キリのもう笑顔、彼のキラキラアイドル、女センターなので。副会長は演技もやってて、声優さんを目指してるんですが、もうこういうのやらせたらマジで天下一品ですよ。あ、マジか。私いつだって困ったら土屋って言うんですけど、土屋に食って抜群にグッとくるというなるほどね。連れてきたいですね。今度連れてきます。ほな、続きください、ぜひ。じゃあちょっとお願いします。インク関係で薄くなっちゃいましたけど。ちょっと待って、これ俺のキャラじゃねえよ。大丈夫か。キャラじゃないのは違います。いや、大丈夫だけど、でもね、一個だけね、ちょっとね、あのね、あの、面白いコメント来てるんでね、言ってくれますね。ハルニャンにもう一回やらせて。やばい、待っててください。女性陣の司会士官、これかこれ、ね、俺、こんなんやったことねえぞ。大丈夫かな。あの、怖いもの知らずで、あの、森田さんが優しいからできるんですよ。ああやったことねえなー。あ、じゃあ新たな、そうですね、うん、扉をこういうキャラクター次これもできるかもしれない、うん、ハロウィン、じゃあ
ちょっとね、今考えてる。どういう風にやろうかなっていうね。あ、じゃあ役者森田が見れるわけだから。いや、ちょっとあの、絶対的に森田さんが言わないであろうなってセリフをあえて選んだ。これ、森田さん、私生活にしても芝居にしても絶対言ったことないよ。絶対ねえな。森田さんじゃなくて、絶対言わないよ。ほとんどの人が、多分、あの森田さんなんか見た目ワイルドな感じがあるよね。なんか顔が可愛い系の男の子とかだったら、ちょっと待って。言ってると思うんですけど。言ってます見たいですか、男のやつ。見たくないっすよね。あ、ほら、森田さんの可愛いセリフ見たいですよね。あすごいすごいやりますよ、やりますやります。はい、じゃあ森田さんしか見たくないってはい、じゃあね、やらせていただこうと思いますね。ちょっと貸しんこだけお願いしていいですか。じゃあいきます。俺これ言ったことないからね、変な感じだった、ごめん。3、2、1でいきますね。はい、3、2、1。にゃにゃにしてんだよ、恥ずかしいじゃにゃいかっていうね、ことなんですけど、あのね、俺これさ、大丈夫？やったことないし、ね、にゃーって言わないからね、男の人、マジで、本当に。言わないな。かわいい。最後ちょっと噛んじゃう。だって言ったことねえもん。しんどよし、あ、もう一個ね、僕も考えてるんですよ。てか前やったんですけど、これはちょっとね、ちょっと緩いですけど、あんまりきつくないですけど、あのね、あるんですよ、一個。そのお仕置きみたいな言い方、それ緩いみたいな。そう、これ結構ね、あの大丈夫だと思います。はい、あのね、みんなね、本当にね、これは本当にかっこいいですよ。普通に多分森田さんだったら普通に言えるな。これね、多分ね、あのね、お祭りであるようなことかな、うん、なんだけど、まあ、これはそんなに難しくないと思うね。難しくないって言って難しい演出をつけるんですよ。あこれです。あ、それいきます。私それは全然いきます。ちょっとね、あのちょっとわがままな女性をねやってもらおうと思うんですけど。その目のやつが怖い。もうね、そろそろだから。あのね、やるよ。あのね、伸ばしてくれません。伸ばしてくれませんよ。そしてあのね、最近結構ラフにやってるので。おねさん、今日ちょっと延長してもいいですか？いいよ。ほら